僕はあの本当に毎日肉食べてるし、酒飲めない、タバコ吸わない、ギャンブルしない、動きも全くしない、同じです。これがもう牛肉みたいなもんですよ。だけど本当の21年の間に何回離婚の話になってるか全部クリアしてんのに牛肉で喧嘩するって全部すごいすごい、本当にいい加減にしてくれって一時期理解のジム寄ってシャワーにしてる焼肉のジムを落としてくれたそれ不倫の何なんですよ。普段には
結構噛み応えあるんですけど、味があるんですよ。筋の旨味がしっかり出るように火を入れてきますよね。筋の旨味が出るように火を入れてるくらい相当的に出る。筋がこう、ここがジュクジュクしてくると食べ頃な感じなんでね、こういうのが。あ、ジュクジュクしてきましたね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あ、すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。思ったより柔らかいですね。もっと硬いなと、はい、ちゃんと香りがある。はい、つなぎうまいですね。うまい。薄切りとか、薄切りって結構他の店でも食べるんで、薄切りってなかなかないんで、牛乳の香りが分かる。牛乳ってなかなかないな。だいたいなんか焼き物程度で、あれこう冷凍したのを電動とかでスライスしてるんですよ。あんま食感も良くないし、旨味もあんまないんですよね。で、これはやっぱ生の状態で、骨から包丁で一個一個外して仕込みしてるんで、こういう形でしっかり取れるのは、頭1個で、次は4個か6、まあ、それで6個ぐらいって言ったんですよ。まあ、そう、ほぼ1頭。そう。普通のメニューにあるんですよ。これもあるんですよ。包丁がね、結構細かく入ってる。あ、本当だ。はい、これで食べやすくもちろん今日はあれですか、なんかこの後女性と会う予定は皆さん、まあ、全くございません。ないです。すりおろしたニンニクがめちゃめちゃ合うんで、食べること自体は好きなんで、はい、行くんですけど、まあ、ただあんまり日にちがないんですよね、牛肉の予定ばっかり持ってて。スケジュールが急に変えられてる。そうなんですよ。
小池さんと焼き肉楽しいっすね。いやー、ビブロースの進化やってますね。あそこのね、鳥は面白いですね。美味しかった。特別な味わいだと。完全テクニシャン。完全テクニシャン。うっす。うーわ。フェドの作り付けがおすすめ。タレたっぷりで。で、ライスですね。オンザですね。オンザライス。やっぱ。ここにこんな店あるの知らなかった。あんなことですよね。
出てるんですよね。隣の四川料理店によく行ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、ですけど、おすすめされたのがこの新しい、この混ぜ麺っていうのが新しいメニューらしいですよ。カイカロー、はい、あ、いいじゃないですか。あ、あったかいんだ。お好みでお酢を入れていただいて、これをどうやって食べるの？混ぜて、お好みでお酢入れていただいて混ぜる。いい香り。あ、あ、香り立つよね、この温度なんですね。こういう麺は新しいですね。マジで僕も思いました。結構ペロッといけますよね。やっと言いました。ライス食ってますから。ライス食って麺食ってますから、ね、酒も飲んでます結構。ですね。迫力これすごいですよね。